はい、どうもこんにちは、ゆずっかです。それでは今回なんですけども、2021年にスタートするサービスは、セブンイレブンアプリに PayPay ペペなどということで、今回はパイドル通り、2021年に新たにスタートするサービスを僕なりに簡単にまとめてみました。まあ、キャッシュレスに関することや、まあ、それに関連する情報もですね、まとめてみましたので、サクッとお伝えしていこうかなと思います。それでは、行ってみましょう。 ということで、今回ですね、お伝えする内容5つにまとめてみました。まず1つ目は、もうタイトルにもお伝えしたように、セブンイレブンアプリに PayPay ということで、まあ、こちらですね、まぁ、あ、PayPay のプレスリリースの方でもすでに確認された方が多いのかなと思います。まあ、こちらは、セブンイレブンのアプリあると思うんですけども、それに PayPay 機能が導入されますよということで、もともとですね、2020年の8月の11日時点で、まあ、お知らせというよりから発表がありました。で、さらにそこからですね、プレスリリースが更新されて、 まあ、に、2020年の12月の中旬に、まあ、サービスが開始する予定ということだったんですが、まさかのね、特に開始がされず年を越しちゃったということでございました。ま、さすがに、ま、僕の予想では、まあ、近いうちにはあるのかなというふうに思ってるんですけども、まあ、かなりじらしてじらしてね、先延ばしにされたので、まあ、個人的には、ま、利用促進を含むキャンペーンにちょっと期待をしたいなというふうに思っております。 ま、それがないと、特別その、セブンイレブンのアプリを使ってペイペイ決済をしないという理由は特にないので、ま、ぜひともね、まあ、使ってくださいという意味を込めて、ペイペイプラスセブンイレブンさんにはちょっと期待をしたいなというふうに思っております。 続きまして二つ目は、ビザラインペイプリペイドカードにアンドロイドということなんですけども、ま、これはね、少し前の動画でもお伝えしたんですが、ま、2020年の12月あたりに、このビザラインペイプリペイドカードというのが発表されました。で、その時もね、あの動画で解説をしてますんで、まだ見られてない方はこちらをぜひ見てください。で、今現在は、アップルペイのみが対応してるということですね。一応公式ページを見たら、今お伝えしたこのアップルペイとグーグルペイ、どちらでも対応しますよということで、記載がありました。ですけども、このグーグルペイ に関しては現在準備中ですサービス提供開始時にお知らせいたしますサービス提供開始時にご案内しますということでしたのでまあ、ここもまあぶっちゃけたところこのビザの隠蔽プリペイドカードを使わないといけないっていうところがまあ、特にね今現時点では僕は感じてはないので ま、先ほどのセブンイレブンアプリに PayPay ペペが導入されると、まあ、同じ意味合いを込めて、まあ、利用促進のね、まあ、キャンペーンとかがあれば、ま、ぜひともちょっと使ってみようかなというふうには思いたいところではあります。まあ、ちょっとここも少し期待したいですね。で、続きまして3番目、Yahoo ーカード特典内容変更ということなんですけども、ちょっとこれは公式ページを見てみましょう。 ということで見ていただきたいのはこのページなんですけども、常時開催利用促進企画の付与特典の変更についてということで、これ少し前だったんですけども、2020年の12月28日に発表がありました。で、内容としたらこちらですね。いつもヤフージャパンカードをご利用いただきありがとうございます。とんでもないです。あまり使ってないですけども、以下3つの企画に関しまして、付与する特典を変更させていただくことになりましたので、お知らせ,知らせいたしますということでした。 ま、この三つの特典っていうのが、まあ、ちょっと僕は、まあ、あまりおすすめはしないんですけども、このフラットリボというサービスと、リボの手数料が戻ってくるっていう、この特典。そしてもう一つですね、Yahoo トラベルで旅行中の Yahoo ーカード決済のご利用特典が PayPay ペペボーナスライトでプラスにもらえるっていうものなんですけども、まあ、ちょっと見てみましょうか。まあ、このリボのところは、ま、一回飛ばしますね。 ま、ここなんですけども、Yahoo トラベル旅行中の Yahoo ーカード決済分のご利用特典が条件達成でプラスでもらえるっていうキャンペーンとなってます。で、ご利用特典として通常のクレジットポイントとして、ま、1%分の T ポイントが還元されるプラスアルファで ここでは、PayPay ペペボーナスライトがもらえますよ、という風に出ております。で、今回その変更される点として、先ほどのその PayPay ペペボーナスライトが付与されてたんですが、この2021年2月1日月曜日の付与されるところから、期限のない PayPay ペペボーナスが付与されるということになってます。 ですけども、2021年の1月31日日曜日までに付与された PayPay ペペボーナスライトに関しては、PayPay ペペボーナスへの変更は出しかねますのでご了承くださいということですので、まあ、基本的にここが、ここの日付からということになりますね。ちなみにですね、この PayPay ペペボーナスライトっていうのはどんなものかっていうと、まあ、ここにも出てて通り、PayPay ペペボーナスライトは出勤とか譲渡はできず、有効期限に関しては付与日が60日間ということになってます。まあ、この3つのキャンペーンだけに関することかなと思うんですけども、今後も若干ここら辺が変わってくれば、 ま、これらのサービスを利用されている方からするとちょっと嬉しいのかなというふうに思います。ということで、四つ目なんですけども、マイナンバーカードプラス保険証機能ということで、まあ、これはね、ちょくちょく動画の中でもお伝えしてるかなと思います。で、それ含めてちょっと色々ですね、プラスアルファされること、マイナンバーカードに関連することをちょっとピックアップをしております。先ほどお伝えしたね、マイナンバーカードに保険証を利用として、まあ、機能が追加されるということですね。これは2021年の3月から順次使えるようになります。ですけども、使う際には事前登録が必須となります。 で、もしですね、ちょっとやり方が変わってるかどうか、ちょっと今現状わかんないんですけども、まあ、過去動画でも解説をしてますんで、もし利用検討されてる方はぜひ参考にしてみてください。結構ほんと3分くらいでできます。で、残りのマイナンバーカードに関するニュース、まあほんと、な、ここ2、3日で色々あったんですけども、このマイナンバーカードは、 一応その政府の目標として、令和4年度末までにほぼ全国民へ普及策ということで、まあ、結構ね、大々的に今日もまたニュースが出ておりました。で、今現状なんですけども、まあ、マイナポイントっていうのがね、去年ぐらいからスタートしたんですが、それでも普及率が24%なんですよね。 確かに、まあ、生きていく上で、まあ、身分証として、証明するものって言ったら、まあ、運転免許証とかね、出されてる方が多いと思うんですけども、まあ、大体それ以外の方が、マイナンバーカードを作ってるってイメージが僕の中で強いんですよね。なので、まあ、それを持ってるのであれば、まだ作らなかったいいか、というふうに思ってる方も、まあ、中には多いのかな、というふうに勝手に思ってます。ま、ち、もし間違ってたらすいません。まあ、僕の場合は運転免許証とマイナンバーカード全然持ってるんですけども、やっぱり運転免許証の方がね、自分の財布とかに携帯しておく率の方がやっぱ高いかな、というふうに思います。 で、ここも今日のニュースやったんですけども、携帯電話のショップでも申請手続きができるように、まあ検討してるということでニュースがありました。これちょっと意外でしたね。まあ基本的にマイナンバーカードの手続きっていうのは、自分が住んでる自治体のまあ区役所とか、まあそういったところで手続きをするっていうことがほとんどだと思うんですけども、まあこれがまさかの携帯電話のショップでできるようになるっていうのは結構意外でした。 まあ、現時点では、まあ、2021年のスタートを目指すというふうに言ってたんですが、まあ、携帯電話のショップの方からすると、まあ、忙しい時期とかに来られたら結構、まあ、大変になるんじゃないかなというふうに思っております。まあ、そこら辺はちょっとどんな対応になるのかちょっとわかんないんですけども、もしこれが可能であれば、普及率は若干上がるとしても、ショップの人は結構負担になってくるのかなというふうに思っております。で、さらに、令和6年度末までには、僕これ知らなかったんですけども、運転免許証との一体化を目指すというふうに、 ふうに言われておりますすごいですよね。もうほんとマイナンバーカードだけで、今まで別で持ってた健康保険証と、プラス運転免許証、これが全部マイナンバーカード一つで、まあ利用可能ということになるので、まあ財布の中に入れるカード類が、まあけ、じゃんじゃん減ってくるんだろうなっていうふうに印象がつきますよね。ですけども、まあ紛失した時はそれはそれで、まあある意味ちょっと面倒くさそうにはなるので、まあ大事に扱わない。 といけないなという風にも思いますね。ですけどもこれがまあ実現したら実現したでちょっと面白そうです。で、最後5番目 au アハも対抗プラン発表ということで、まほんとね。まあここら辺が去年のもう終わりぐらいのすごいね。話題となったニュースかなと思うんですけどもま、携帯会社のドコモがアハモというのを発表したりとか。まあ、ソフトバンクが line モバイルと手を組んでソフトバンクオンラインっていうね。サービスも発表してまあどちらも共通することが月額税抜きで2980円でデータ通信容量としてに。まあ20ギガということで。 発表があったんですけども。 ま、ここのね、その au がこのアハモとかソフトバンクに対抗するプランを噂によると1月に発表されるというふうな感じだったんですよね。まあ、おそらくね、金額とかデータ通信容量、まあ、大体ここが基準になるかなと思うんですけども、まあ、そこからさらに何かしらのサービスがプラスアルファされるかで差別化ができていくんかなと思うので、まあ、僕は現時点ではちょっと y モバイル使ってるんですけども、結構ガチで <laughs> 乗り換えようかなというふうにめちゃくちゃ検討しているところではあります。まあ、あとはね、この3社が出揃った時にどんな料金プラン、そして でどんなオプションとか、あと自宅のこう光回線との相性がいいのかとか、まあそれも検討した上で、まあその時はまたちょっとね、動画にしようかなというふうに思っております。まあ一応今回お伝えしたことの5つまとめですね。セブンイレブンアプリの PayPay ペペと v i s a ン p a y プリペイドカードの Android バージョン、そして Yahoo ーカード特典内容変更、マイナンバーカードについて、で、アウハモのまあ対抗プラン発表、これは AU に関することですね。 ま、個人的にはちょっと気になるのは、やっぱりマイナンバーカードのところであったりとか、ま、アハも対抗プランそこら辺ぐらいかなと思います。キャッシュレスじゃないんかいっていうね。ま、結構そこら辺がね、僕自身としてちょっと現実味がある内容かなと思うので、またね、細かい情報とかがあれば、また随時動画で更新しようかなというふうに思っております。ま、ぜひですね、ちょっとここに含まれてないものも中にはあるかなと思いますんで、ま、こういったのがありますよとかがあれば、ま、ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。ということで、本日の 動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました。